日本が生んだ唯一無二の天才プレイヤー、小野伸二。彼が歩んだサッカー人生をダイジェストで紹介します。次元の違うプレーの数々をどうぞご覧ください。小野は、1979年9月27日に静岡県沼津市で誕生。10人兄弟の6番目で貧しい幼少期を過ごした。お金がなく、一人でサッカーする姿を見た少年団の監督から。お金はいらないと勧誘され、サッカーを本格的にスタートさせた。小野の才能は、瞬く間に全国に広まった。1993年、13歳で、アンダー16、日本代表に初選出された。ちなみに1993年は、J リーグ開幕や、ドーハの悲劇があった年である。1994年、中学3年時に、U16AFC、アジアユースで優勝した。日本初の快挙で、黄金世代と言われ、後に世界で活躍する、高原直弘や稲本潤一も、参加していた。1995年、静岡の名門、清水商業高校に入学した。全国の舞台で、その才能を遺憾なく発揮した。全日本ユースやインターハイで、全国優勝するも、激戦区静岡において、選手権の出場権だけ、一度も勝ち取ることができなかった。高校1年時、アジア王者として、U17 ワールドカップに出場。得失点差により、惜しくも、決勝トーナメント進出を逃した。1998年、高校卒業後、浦和レッズに入団。J リーグ、13クラブからオファーがあった。18歳、ルーキーイヤーから、名門の主力で活躍。デビュー2戦目で、プロ初得点を記録。岡田監督により、18歳で日本 A 代表に招集された。そのまま18歳で、日本 A 代表にデビューした。1998年、フランスワールドカップメンバーに選出。ワンタッチ、ダイレクトプレーなどで裏を狙える。行くだけじゃなくて、まあ、選ばれて、グラウンドの上で立ってたいですけど。フランスワールドカップ第3戦、ジャマイカ戦の後半34分。七海に代わって出場。18歳と272日でのワールドカップ出場は、日本代表史上最年少。短い出場時間だったが、見せ場を作った。だけしか出れなかったんで、まあ、次の大会では自分を中心に出れるように頑張りたいと思います。 J リーグ1年目、27試合に出場し9得点を獲得した。新人王と J リーグベストイレブンを受賞した。清久も監督により U19 日本代表に選出され、AFC アジアユースにキャプテンとして参加した。 U17 に続くアジアの舞台、年代が上がっても黄金世代のレベルはアジアで突出していた。特に左サイドの本山雅史と小野のコンビは抜群で、多くのチャンスが生まれた。第2戦、イラク戦の後半25分、バンドのクロスを左足ボレーで合わせた。第4戦、韓国戦の前半44分、バンドの折り返しを左足で合わせた。
2勝1分け1敗のグループ2位で決勝トーナメントに進出した。準決勝、サウジアラビア戦を4対2で勝利し、翌年の U20 ワールドユース出場権を獲得した。決勝の韓国戦は1対2で敗れたものの、小野は大会 MVP を獲得した。日本代表監督にフランス人のトルシエが就任。アジア代表として U20 ワールドユースに出場。世界の舞台でも黄金世代は見劣りすることなく躍動した。第3戦、イングランド戦の後半3分、美しいループシュートを決めた。グループリーグ2勝1敗の1位で決勝トーナメント進出を決めた。 U20 日本代表の圧倒的な強さに現地ナイジェリアのファンも熱狂した。決勝トーナメントでも日本の勢いは変わらず、ポルトガル、メキシコなど強豪国を次々に打ち破っていった。準々決勝、メキシコ戦の前半24分、小笠原のクロスをヘッドで合わせた。準決勝、ウルグアイ戦の後半26分、遅延行為の判定でイエローカードを受けた。この累積警告により、次節スペインとの決勝戦は欠場となった。ウルグアイ戦勝利後、指揮官は真っ先に小野の元に駆け寄った。決勝戦はスペインに0対4で完敗、小野の不在は本当に痛かった。何よりも小野がいるスペインとの決勝を見たかった。黄金世代が残した世界大会準優勝は、この先も輝き続けるであろう、偉大な記録である。1999年シーズン、2年目も主力として、チームの攻撃の中心だった。19歳の小野から32歳の福田正博へ。1999年、22歳以下で構成されるシドニーオリンピックアジア一次予選メンバーに選出された。ワールドユース準優勝の黄金世代に一つ上の中村俊輔や二つ上の柳沢敦らが加わり、チームはさらに強くなった。日本、フィリピン、マレーシア、ネパール、香港でリーグ戦が行われた。日本は格下相手に力の差を見せつけ、小野もゴールを量産した。日本で行われた一次予選最終節のフィリピン戦、すでに予選通過が決定した消化試合で、トルシエ監督不在の中、山本監督代行が指揮を取った。小野、俊輔、本山、遠藤らが躍動し、前半30分で6対0と超楽勝ムードだった。そんな中、迎えた前半31分、お祭りムードの国立競技場が一瞬で凍りついた。
聴覚した相手の消化試合で前半から大量得点。悪質なファウルがいくつか出ていた中で回避してほしかった。ただただ悲劇だった。小野の招集が見送られたアジア最終予選から3学年上でイタリアで活躍中の中田英寿が参戦。チーム力はさらに上がり、全勝で本戦出場を決めた。明るい未来を信じて長く辛いリハビリに励んだ。小野は後に、怪我で足の感覚と今まで見えていたサッカーの景色、イメージが消えてしまった、もともと自然にできていたことが全て消え去り、以前との違いに苦しみ続けたと語っている。1999年シーズン終盤、浦和レッズが2部降格の危機にある中、小野は約4ヶ月ぶりにピッチに戻ってきた。チームも小野も調子が上がらず、降格争いが続いた。最終節、90分以内の勝利が残留の条件だった。得点が奪えず、0対0のまま試合は終盤へ。後半終了のホイッスル、2部降格が決定した。延長後半1分、途中出場の福田が V ゴール。世界で一番悲しい V ゴールと呼ばれた。2000年シーズン U23 日本代表のシドニーオリンピックと A 代表のアジアカップがあり、勝負の年だった。クラブの J2 降格に伴い、小野には複数チームから獲得のオファーがあったが、浦和への残留を決断。1年での J1 復帰を目標に、クラブ史上最年少20歳でチームキャプテンを任された。しかし、リーグ戦だけで40試合という長丁場、多くの移動、劣悪なピッチ、守備的戦術といった J2 特有の過酷な戦いが、小野の体を蝕んでいった。天才と呼ばれた男のプレーから、輝きが消えていた。何も想像がね、やっぱ自分の中でイメージができなかった時とかね、自分がこうなんか情けなく感じるっていうかね。怪我して J2 に落ちて、まあ J2 でも苦戦して、でまた怪我つながって、このまま終わっちゃうんじゃないかなっていうね、やっぱ気持ちをもう少し持ちましたけどね。怪我による1ヶ月間の離脱後、スキンヘッドで戻ってきた。悪い流れを断ち切りたい思いだった。オリンピックっていうのが、まあ、これからのサッカー人生を変えるなんか大会じゃないかなっていう感じもするんで。 U23 シドニーオリンピック代表のメンバーに入れず、まあ、本当に行きたかったなっていう、そういう強い気持ちあったんで。U23 オリンピック代表は落選だったが、A 代表のアジアカップメンバーには選出された。ローマの中田英寿が不参加の中、攻撃的ミッドフィルダーのスタメンに入ったのは、
ミスターセレッソこと森島弘明だった。初戦、サウジアラビア戦。小野は後半36分から出場すると分かりやすく得点を狙った。後半45分、七海からのパスで抜け出して冷静にゴールを決めた。 A 代表初ゴールだった。大会を通じて小野の出場機会はわずかだったが、日本はオリンピック組に七海ら中堅世代がうまく融合し、史上最強と言われるほど圧倒的な強さで優勝した。2000年シーズン終盤、札幌が4試合を残して J2 優勝を決めた。残りの昇格1枠を浦和と大分が争う形となった。最終節突戦、延長戦含めた120分以内で勝てば J1 昇格の状況だった。1対1のまま V ゴール方式の延長戦に突入。延長前半5分、途中出場の土橋が V ゴール。1年前に涙の V ゴールがあった駒場スタジアムで今度は J1 昇格を決めた。2001年シーズン、コンフェデレーションズカップを控える中、J1 の舞台に再び戻ってきた。小野の調子は徐々に戻ってきており、浦和レッズは完全に21歳キャプテン小野のチームだった。2001年、コンフェデレーションズカップのメンバーに選出された。絶対的な存在である中田が中央に入るため、352か361の左サイドが主戦場だった。初戦カナダ戦、後半12分、鮮やかなフリーキックを決めた。日本代表の大会初ゴールだった。小野は調子が良く、レギュラーとして活躍。中田と共にチームを引っ張り、自身2度目となる FIFA 開催の世界大会で準優勝を獲得した。2001年シーズンのファーストステージ終了後、21歳でオランダ一部の名門、フェイエノルトへの移籍が決定した。この僕の背中にある、世界で輝く、シンジっていう旗を見て、僕がやっていけるっていう自信がつきました。サポーターへのお披露目は派手な演出だった。We thank for this moje welcome. サウサンプトンとのプレシーズンマッチでレベルの高さを見せ、サポーターの心をつかんだ。
Ono veel later gekomen is. En daardoor krijg je minder tijd om, om wat dingen uit te proberen, om dat soort mensen samen te laten spelen. オランダリーグ 2001-02 シーズンが開幕。ホームスパルタ戦、オノはベンチスタートだった。後半34分、小野デビュー。後半42分、素晴らしい左足のパスでゴールを演出。後半、アディショナルタイム、デンマークの英雄、トマソンへ、スルーパス。衝撃的なデビューとなった。第9節、フロー人間戦、オランダ1部リーグ、日本人初ゴール。奥寺康彦、中田英寿に次ぐ3人目として 2001-02 シーズンの UEFA ヨーロッパリーグに出場した。フェイエノールトは小野やトマソンの他にファンホーイドンク、ファンペルシら強力なメンバーが揃っており、インテルやドルトムントを倒しチーム史上2度目の優勝を勝ち取った。決勝、ドルトムント戦の後半5分、トマソンの決勝ゴールをアシストした。UEFA ヨーロッパリーグの優勝は日本人初の欧州タイトル獲得という快挙だった。2001年、世界屈指の強豪イタリア代表と対戦。左サイドでスタメン出場し、オランダで培った献身的な守備などで1対1の引き分けに貢献した。前半10分、小野から始まった守備でボールを奪い、柳沢がスーパーゴールを決めた。いろんなポジションもやってるし、で、まあ、ずっと試合も出てるし、すごい自分としてはもういい経験をできてるんじゃないかなと思いますけど。司令塔、中田英寿とともにトルシエジャパンの大黒柱に成長した。2002年、日韓ワールドカップ直前に行われたスウェーデン戦の後半11分、体調不良により交代。試合に出れるまでに回復できてるんでしょうか。Je
Bon, j'ai dit tout à l'heure que tout le monde était à 100%. 2002年日韓ワールドカップの開幕。大会では自分を中心に出れるように頑張りたいと思います。かの天才は約束の地へ戻ってきた。初戦ベルギー戦、1点ビハインドで迎えた後半14分、小野が放ったロングパスから鈴木が同点ゴール。日本史上初の勝ち点獲得に貢献した。史上初の決勝トーナメント進出を果たしたチームの主力として攻守にわたり活躍した。日本はベスト16でトルコに敗れた。4年5年また輝けるように一から出発したいなと思ってます。2002-03 シーズン、23歳の小野は引き続きチームの主力として活躍した。日本代表監督にジーコが就任。ジーコジャパン、初陣のジャマイカ戦。中田、中村、小野、稲本の4人が中盤を構成。黄金のカルテットと称され、夢を与えた。前半7分、中田、高原とつなぎ、小野がゴール。2003-04 シーズン、24歳の小野は、左足首骨挫傷など、負傷欠場が多かった。日本代表はコンフェデレーションズカップなど怪我により辞退した。2004年、ベッカム、ルーニー、オーウェンらベスト布陣のイングランドと対戦した。後半8分、強豪国相手にゴール。パスがつながり、とても美しいゴールだった。2004-05 シーズン、25歳の小野は、日本代表、オリンピック代表の過密日程もあり、負傷の多いシーズンだった。そんな中、リーグ戦で7ゴールを挙げた。2004年 U23 アテネオリンピックにオーバーエイジ枠として24歳で参加。監督は小野が大怪我をした試合で監督代行を務めていた山本昌邦だった。小野は1次リーグ3試合で PK による2得点を挙げたが、チームは予選リーグ敗退だった。小野が不参加だったアジアカップ中国大会は、俊介と国内組で激闘を制し優勝した。活躍した福西らはジーコと深い信頼関係を築いた。2004年ドイツワールドカップアジア一次予選第4戦インド戦、小野は久しぶりの代表合流だった。チームの雰囲気は非常にいい感じは受けましたし、まあ、久々の合流なんで、早く入って、まあ、とにかく自分をアピールするというかしなきゃいけないなと思った。2005年ドイツワールドカップアジア最終予選第2戦イラン戦から中田が合流。指揮官は中田と俊介の両方を生かすため、アジアカップで成熟した3バックから4バックに変更した。小野は福西とボランチを組んで先発出場した。
小野は福西とボランチを組んで先発出場した。試合は1対2で敗戦だった。Depois, eles vieram falar comigo a respeito da formação em relação a três zagueiros ou quatro zagueiros. Mas isso não modificava nada porque... 3-5-2 に変更し、小野の場所に中田が入った。次戦、バーレーン戦を3バックで勝利、ジーコは、小野と中田と俊介を生かすための新システム、3-6-1 を決断。時折右足を気にする小野。次戦を2日後に控えた紅白戦中、小野の右足が悲鳴を上げた。代わりに入った小笠原の活躍などで2連勝。本戦出場を決めた。2005-06 シーズン、26歳の小野は、怪我のため、フェイエノールトでほとんど試合に出場することなく、2006年1月に浦和レッズに復帰した。2006年、ワールドカップドイツ大会、小野はサブとして大会に参加した。初戦、オーストラリア戦、1点リードの後半34分。ジーコは柳沢に代わり、小野を投入。攻めるのか、守るのか、意味不明な采配だった。その後、終了間際に3失点し、チームは敗れた。チームは、1分け2敗の再開で、予選リーグ敗退。初戦以降、小野の出番は訪れず、小野の3回目のワールドカップ挑戦は終わった。次期代表監督にオシムが就任。豊富な運動量を求める戦術で、小野が招集されることはなかった。J リーグに復帰した小野は、守備的戦術の中で、時折らしさを見せた。2008年1月、28歳でドイツ一部の VFL ボーフムに移籍した。2010年まで在籍したが、怪我の影響もあり、出場時間は少なかった。2008年8月、強豪ウルグアイ戦で岡田監督により、2年2ヶ月ぶりに日本代表に招集された。試合後、岡田監督は、一部の選手に見切りがついたという趣旨の発言を残し、これ以降、小野は代表に招集されなかった。2010年1月、30歳で清水エスパルスに移籍。年齢と同じ30を背番号にした。ベテランとしてチームをまとめ、主力で活躍、2011年シーズンは、チームキャプテンを務めた。2012年9月、33歳でオーストラリア一部の、ウェスタンシドニー・ワンダラーズ FC に移籍。1年目は26試合で8ゴールを挙げ、リーグ優勝に貢献した。活躍が評価され、パラマタ氏から名誉市民賞を受賞した。2014年1月に34歳で J2 のコンサドーレ札幌に移籍した。
2017年にチームが J1 昇格、2019年までプレーした。2019年8月、39歳で J2 の FC 琉球に移籍した。2020年までプレーした。2021年1月、41歳で J2 のコンサドーレ札幌に復帰した。2022年1月、生涯契約を結んだ。小野に対する海外からの評価は非常に高かった。今まで対戦した選手の中で一番うまいと思ったのは小野伸二。小野は天才。オランダ代表の練習で小野よりうまい選手はいなかった。セードルフを見た時より小野に会った時の方が衝撃を受けた。最後までご視聴ありがとうございました。他の選手についてもサッカー人生をダイジェストにまとめた動画を多数アップしております。お時間ある時に見ていただけたらと思います。それでは。